今日は抽選勝ちたいです。じゃあ右側でお願いします。はい、せーの、ダン。風ブリー。両番引いちゃった。おはようございます。みんな無双見るな。無双から見よう。無双でもいいっすか。ごめんなさい、相性がいい台行きたい。決定、無双行きます。おはようございます。スルパチステーションのジャンジャンです。はい、やってきました静岡県ということで、またお世話になります。マルハン草薙アピア店さんにお邪魔しております。抽選よかったらやっぱ目いこうということで無双打ちます。で、今回やりたいことがいっぱいあって、まあ、動画中にも話すんですけど、視聴者さんからリプでこんなことしたらいいんじゃないですかっていうのがいっぱいもらって、その中で僕いいなと思ったのが、撤去前までに全キャラで万発リレー。これ面白いなと思って、僕も全キャラで万発出したわけじゃないので挑戦してみようかなと思います。他の方も多分これはしてないんじゃないかなと思うので、ちょっと僕の段記録企画で全キャラで万発引こうっていう回です。で、一応レギュラーミッションがこちら。どうも、ジャンジャンです。今回も新ミッションが始動しました。ルールはこちら。実戦日で数えて1ヶ月のプラスを38,888玉を超えること、期間は10ヶ月。そしてクリアできればご褒美、クリアできず獲得枚数が一番低い人には罰ゲーム。勝てぶり。あと6000発7000発を定までプラスにできればレギュラーミッションはクリアということで、それではマルハン草薙アピア店さんでドコンジョー。これかっこいいなと思って行ってきます。これいいっすよ、風ブリー。はい、では無双行きたいと思います。今日やりたい企画が盛りだくさんということで行ってみましょう。1枚目、ここはあの前打たせてもらった時に金堀多発した店舗さんなんで相性はいいはず。ここの無双と頑張ります。無双の朝一座れた時のドキドキ感たまらない。なんか無双打ってくださいっていう声と、もう無双いいよっていう声がね、あの綺麗に分かれてるんですけど、普通に無双打っててもね、もうあのつまんないかなと思うんで、無双万発スタンプラリー16人、まあ、キャラを選べるわけなんですけど、撤去までに各キャラ全員万発以上出すっていう企画です。ビッグボスからそろそろお前5万バト出せっていうので5万バトを出す。で、あとはエイリアン保留で演出でのレインボーをお見せする。この3つをちょっとね、撤去までの僕の目標として打っていこうと思います。で、無双ね、来年の1月までなんかね設置していいんだったらしいんですよね。だからあと 2ヶ月間あと猶予が伸びたので、楽しんで弾を出すことがまず第一で取り組んでいこうと思います。ファルコの瞳が綺麗。おお。ブラザーフラッシュ少し白ですね。ここに待機するか注目ですね。はい、あ、したかったですね。さあ、ここ15秒。あ、これ無双らしっぽいですね。多分正気。あ、真剣。あれ、熱い。一番いいの来た。タイマーで一番あの大当たりのことでいいのは真剣ですね。あ、でも1点取りだ。当たればST。いや、これ頼むわ。赤1点扉、赤、実家ここはなしの赤だから降ってきます。大丈夫、ロゴが落ちる。軍来ないかな、軍。あ、外らない。あ、でも OK、龍拳、龍拳じゃない、龍拳だよね。いいじゃん、キリン来るじゃん。僕の龍拳の1点牌って信頼度ずば抜けて高いと思うんですよ。今度は俺の番だ。いいよ。で、タイマーがあるんで、ここは緑以上は出ないんで、これはあのタイマーあのフラッシュ出ないんですね。赤、あー、どうだろう。せーの、
いい音で、さーってきます。後ろのお役者、ちょっと分かりづらかったかな。赤は十分ですね。ラオパンチ、あれ、あ、これ復活かも。さあ、これ取れてるかな。ここのステージ見づらいですね。カメラ構えたけどよかったかな。あ、でも OKOKOK。 いや、今、あ、構えたけどよかった、ごめんなさい。よっしゃ、97回転通して5500円です。今日はカメラマンの推しキャラにあやかってみようと思うので、使うキャラはアイン、ファルコ、アミバの3人でとりあえずいきたいと思います。で、最近流れで ST やってたんですけど、一発目は ST 説明しながらいきます。 OK。 いや、昨日へこんでたからこれ出るぞ。はい、まずバトルになりやすさなんですけど、 ST 前半の場合はバトル発生率が53分の1になります。で、30キルと33分の1で、前半だと信頼度が 59% で、後半だとトータル 39% になります。このぐらい落ちちゃいます。どうかな。あ、いた、3回目だったもんね。で、一撃当選は時短中、ST 中問わず 75% あります。蹴りは出ず。あ、今のこの白いやつもこうなるのも同じですね。今の分かりやすかったかもですね。白いところにこう入ってくる感じ、あれが、あの動きが復活するときも裏で起こってます。一撃当選のとき分かりやすい。俺強いんだね。かっけー。4かな、4ですね。いいよいいよいいよ。しょっぱな16が良かったけど。で、この満発ラリーの、まあ、ルールとして、途中のキャラ編なしにしましょう。そしたら最後誰がどれだけ出たか分かると思うんで、比べる楽しみの意味でも。で、この図柄の信頼度ですが、僕2、4、6、1、5、3、7の順かって言ったんですけども、前半2転敗 49% で、4転敗が 53%、 6転敗 59% で、1転敗が 65%、 5転敗 74% になります。で、あの3は大当たりの5、7は16ラウンドの5になります。だいたい 20% ずつ後半になったら差がある。キリンですびっくりした、キリンでしたね。16です。 OK。 軽々と満発は超えてほしいですね、無双ってですね。 OK です。やっぱ人生欲でげ、せーの、げんこつ、おい、 OK。聖チャージ、今の音覚えておいてください。今の音が鳴ると聖チャージです。若干音違うんです。取ってた、ラストかな。 OK。 若干ね、音が違うんですよ、シャッター閉まるときの。ここ越えたら、あー4か。ここの聖チャージは保留連なので、16の割合が高いですね。よっしゃ、5000発、とりあえず万発ラリーの半分まで来たぞ。100、なんか残り100って出た時に演出がなんか起きてたら、その ST 抜けないっていう僕のジンクスがあるんで、なんか安心してますよね。残り50。 OK、 OK、 ありがとうありがとうありがとう、マジでありがとう。だって上黄色嫌だな。誰だ、誰なんだ。まあ、前半なので7割はありますね。5点、4点はきつい。北斗神拳はそう簡単には見切れんぞ。パパ赤、あー白い、頼む。
わかんないけど、ここでどれくらい減らすかですね。減らねえな。強攻撃。先生方ここで強攻撃出してくれたら8割あるんですけど、ほぼ弱なんですよね。たまに勝つけど、煽ればいいや。パンとパン。あ、赤保留外した。やだなこれ。もう一回、もう一回赤保留ないよね。どっかに赤保留来ないかな。パパ諦めんな。おこ、デビルリバース星5。あー、痛くなかった。4。赤文字。でもレインボーでお願いします。マジでマジでお願いします。叩き潰されないでよ先生。おー、パパやるじゃん。129回転。あぶねえ。いや、これはよく思ったわ。お、OKOK。 激引きだったら16の割合高いよ。気持ちいいっすね、今の。しょっ、青い4回。いや、危なかったっす、危なかった。いや、これは勝ったんだけど OK。 よし、これで6000歩突破。首の皮一枚つながりました。危なかった。アイン頑張れ。オーケー、戦う。白でもいい、とりあえずいい。いや、2はやめて、2はやめて。覚醒キャラ来ないか。デビリバとかババアとか。わーお、フルコース。赤じゃないな。殴れ、アイン。まあいいでしょう、まあいいでしょう、まあいいでしょう、半分。これと対電だったらまだ勝負なんだけどね。あー、ダメだ。もうちょっと。チャージの煽りだけでもいいんだけど、ないのかい。ドヤ顔で終わるなよ。煽れ煽れ、こっから煽れ。何か、あー、しまった。いや、振り分け負けましたね。6連で6000発は少ない。アイン本日失敗、記録6060個でしょ。まあでも収支的には今プラスですね。余裕でプラス。よし、次頑張ろう。次はそしたらファルコかアミバだな。この動画が公開されてる頃にはレンジローの一話が公開されてるんですよね、多分。本人めちゃめちゃ頑張って今撮影してるから、温かい目で受け入れてあげてくれると嬉しいなと思うんですけど、最初だからね、うまく喋れないのなんか当たり前で、緊張してると思うし、メンタル的にもね、いろいろあると思うから、ぜひこれから頑張れって意味でも、少し拙くてもグッドボタンを押してあげると本人喜ぶと思うので、ぜひぜひお願いします。肩破れ。え、違う、ごめん。だからいつになったらエイリアン捕虜来てくれるんですかね。2年間無双打ってるんですけどね。プライベートは来んだけど収録で弾けないんですよね。おお、熱いよ。落ちてはきますね。この無双元気だ。 OKOKOK。 あっ、圧でキリンか。あったよね、そうだね。圧で降ってきてキリンか神経持ってますね。保留が変わんないのだけ気がかりだな。赤、
先輩とかに、あ、銀なんだ、赤で来い、これ保留かはなきゃちょっと不安なんですけど、あ、まあ龍拳どっち、あ、麒麟ですね。技は、おお、オッケーオッケーオッケー、これあればまだなんとかなる。でフラッシュは出ない、分岐麒麟とかでも当たりにしてほしいんですけど、あー、チャンスアップじゃない、フラッシュ赤でね、緑は怖いよ、緑だとガッグンって下がっちゃうから、これ赤が欲しい。あ、オッケーオッケーオッケー、まだ戦える、パンチ、今日ラオ負けるな、家族写真、あ、ない、復活ない、熱かったっすけどね、今緑だったら危ういと思ったけど、赤で奥義あったんすけどね。下に何箱ありましたっけ、2箱しかないのか、よいしょ、すいません、ありがとうございます。うわあ、2箱目、ラスト1箱使いますか、おかわりします。なんかそこそこにハマってきましたね、779ですね、最近の中の最大ハマり、それまでには出ましょう、よいしょ。ただ投資が浅いからまだ決勝なのが救いでしょう。金保留のいい音聞かせてくれ、なんならエイリアンがいいんですけどね。2枚目いきます、いや全然無双だね、許容範囲よ、おお、いい音、はい、 OK、 あー幸せ、あ、待って、でも北斗なのか、あ、じゃあ大丈夫かな、金誠は頑張ってくれると思う、あー幸せ、今の好きなんだよ、いやあ、しびれるよね、目覚めるよね、あの音、とっても弱いけど大丈夫かな、赤ロゴ赤ショックで、あ、これまやむずい、このパターンか、これロゴ振ってくるかな、ここ金がいい、赤6点、銀扉、これさ、降ってこないパターンじゃない、大丈夫、あ、よかったよかった、なら OK、 なら大丈夫、どっち、あー、キリンね、赤タイトルでもなければテロップもなかったんですけど、大丈夫ですかね、これ、あー、OK、 ここだよ、分岐、あ、赤またはキリン、オッケーオッケーオッケー、せーの、これは当たる麒麟になってほしい、トキさん、赤赤、あー緑、トキさん頑張れ、よし、705回転総投手が11500個、さあ、エステ行こう、何か何か何か、あ、ショックもない、背景もない、ゴーデイストップ、あー、いやー長かったですね、はい、あー入んない、ケンシロウあたりだ、小学園に入んなかったらダメだ、トキ、トキで頑張ってくれたもん、カットインで、ここはいろいろいると思うんですけど、通常チャンス、このバージョンになった場合は 63%、 チャンスチャンスでチャンスボスいった場合 76% あります、激アツチャンスでいった場合は
93%で激アツはなった時点で大当たりの方向になります。これ詳しく言ったことなかったなと思って。おーしよしよしチャンスのまま OKOK これこの形が 76% あります。これはモロタロウ、これが理想的なチャンスのなんですね。あの強敵チャンスじゃなくてチャンスチャンスだったんで、あれでもし激アツチャンスでチャンス来たらもう9割超えます。先輩図から不安だけど、あでも赤じゃないの、もう先制しちゃえば立て、 あれ弱くて怖いぞ。え奥義じゃないの、おとなしく倒れて、おとなしくやられろ。おい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 、シーンあっちかな、ミッションかな、パン。もう突起選ばない、これ激アツチャンスでテンパってくれたらもうこれは外せないな。これテンパったらすごいよ。緑、赤、赤、赤、あ、持ってろ、あーもうここなんですよね、テンパってほしいの。あー汗かいた、なんか。はい、それでは出玉紹介したいと思います。今日は、ね、武装とゲージが爆吹きですね。無双が3万発台がうじゃうじゃいるし、刑事に至っては6万発がいるんです。あの誰もやめないです。僕もここあのプライベートだったら多分閉店まで打ち切るレベルですね。でもう一つがおなじみ、やっぱシンフォが良かったですね。2万発とか1万発クラスが結構あるので、そこそこ遊べたんじゃないかなと思います。何も粘ってる方多かったですね。めちゃめちゃ良さそう。海でこんなにここでお客さんがついてるのは初めて見ました。はい、というわけで今日良かったのが無双とケージのボックスとシンフォボックスとあと海ボックス、だいたいサダマ全てプラスなイメージですね。でスロットに関してはムズベ次第が入ってるので、そちらも合わせてあの結果見てみてください。ここは箱積みのところが正義だと思います。風ブリー、そこでエイリアン入んないですかね。エイリアンやばいよ、周りが当たってるよ、やだな自分だけへこむの。入れた分出しゃいい、3枚目。もうロゴレインボーで落とす、悔しいよ。朝一早く段階で素敵で負けんの、やべえ。デラフがやべえ。龍拳に見える、ゆきちが4枚目、558、700ぐらいには当たるといいなと思うんすけど、700、712、何枚入れたかじゃなくて何発出したかなんですよ結局パチンコって。だから最終的に当たり前ですけど、入れた分より返ってくれてればいいんですよね。これが養分なんでしょうね。そういうことなんですよ。どんくらい入れたことあるの？マックスですか？4万2000発です。で、大体4万発2時間で出るんですよ。そこら辺まで終えるんですよね。おお、ブラザーフラッシュ。待機欲しいですね、これ。久しぶりにちょっとドキッと続きました。待機、タイマー待機、よし、よし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 、ここだ。3つでお願いします。3つでお願いします。何個？2個、まあまあ許す、まあ許そう。継続、色赤ショックで、あ継続なんだ。赤ずから変わってほしいですね、これ。さあ何秒、15秒圧だ。大きいんで赤、OK。 いいよいいよ、今んとこ OK。
ッケーでもいい、赤扉金オラハテもいいわ、赤保留ですけどタイトルバカでしたね。オーケー、今んとこ注文通りです。あとも分岐でキリンでお願いします。キリン柄でキリンで頼む。トキさん、あーケンシロウか、緑ケンシロウ、情けで殴って、情けで殴れ、ああWarau da! Egutta! Sauda, ore no kokoro egutta to ima. Waaaaa! Saigo kirin datta na te kanji de shita kedo, ma yokatta desu kedo ne, naiyo de ni. Ma demo, hitashiburi ni hatten shita nde, yokatta desu. Chotto sawagashiku natte wa kimashita ne. Yotte kita yo, chotto. 700 dai kimashita ne.712引いたぞ、びっくりした今、ありがとうございます。2年がかりです。いや嬉しい。ちょっとこれ会社の人にも報告します。みんなあのいつ出すのいつ出すのって言われてたんで、綺麗ですね、レインボー確定を鳴らしちゃおう。右だと思います、右だと思います。じゃあ右で行こう。では右で、あーいい音いい音。いやー綺麗、ありがとう。いや一個自分の中で弾きたいものが弾けました。いや粘ったがやったー、711回転です。エイリアン様々だこれ、あんな音だったっけなって感じですね。エイリアン、いや久しぶり。今日はマミヤ使う気はなかったんですけど、まさかのエイリアン出たんでマミヤで行かせてください。無双の最高記録保持者なんで僕の中で、このままいいとこ見せよう。マミヤ短記録の記録更新しよう。エイリアン出したからさ5万発いこうぜ。変わんないっすね。 OK 緑スタート、赤パンツ OK。 あれこれあれか、赤保留煽ってたやつかな、あの赤保留煽ってたやつで変化しなくてあのバトルに行ったら当たりなんですよ。あれ赤保留かな、あれ煽ってたやつかな。まあいいや、せーのよいしょ、ありがとうございます。16戦5でいきましょう。さあキリンフラッシュ、あ、出なかった、楽しい。 OK さすが、16ありがとう。いっぱいレインボーみたいな、行きましょう。ドン。オッケー。弱いの弱いの。ああじゃあラオウが良かった。ああでも5点か。5点ならいいや。5点ならまだ。オッケー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 。戦える。
せーの、はい、オッケー。そう、ここまでは当たるの、ここまではいいんですよ。あ、オッケーオッケーオッケー。ドライブギアでケリンフラッシュ、オッケー。はい、16。なんかマミヤさんで、あの、久しぶりだなとか、僕本当無双自体が久々に打つんで楽しいっすね。やっぱりこの ST は特別だよ。なんか16ラウンド2発引くだけで朝の6連軽々超えてくるんですね。マミヤさんの力解くと見よう。 OK、 黄色スタート、戦っちゃおう。オッケー。これ勝ったら自分のエイリアの連チャン記録超えるんですよ。強い、強いよ。赤文字レインボーとか、あー、どうだろう、まあ、前半なんで。ラビアさん気合い、とりあえずチャージでもいい、チャージでもいいよ。チャンスアップはない。もうちょっとなんだけどな。この鬼門の3連を超えたいんですよね。あ、いいよ、それでいい、それでいい。よし、超えた。よしよしよし、オッケー。もうあとはここからは記録更新、ありがとう。いろんな人に聞いてもね、エイリアンホリュー3連が多いって言うんですよね。しょうがない、8で十分。行こう、バビアさん。とりあえず満発、まず満発、一撃当選合体。満発ラリーで波を落とすわけにもいかないし、エイリアン出して負けるわけにもいかないんです。大丈夫、頼む。割れてくれ、割れてくれ、死んでてこい。あー、割れない。まだ赤堀、うー、しまったが、自分の記録は更新したものの、あー、悔しいな。今の705と711で重い初当たり2回引いてるんで、ちょっと200ぐらいまでちょっと打ってみようかなと思います。なんかまだ出る気がするんですよね。でもノーバトルだ。終了。悔しいんですけど、今日ここで終わりたいと思います。あの、満発ラリーとか言って誰も満発達成してないんですけど、エイリアン保留出せたので演出的にはちょっと1個満足です。やり始めた時から目標だった演出1個出せたので、まあそれが救いかなと思います。まあ投資的にもマイナスなんですけど、まだあの撤去まで時間があるので、のんびりとラリー楽しいこと思います。ありがとうございました。カゼブリー、お疲れ様でした。長丁場の実戦でした。お疲れ様でした。エイリアンホリュー2年越しに出ました。もうそれがね、マジで嬉しくて、演者始めて無双始めて打って、これ出したいって言ってた演出のうち1個ちゃんとクリアできたなっていう達成感がありました。これでね、勝ててたらね、いいんですけど、ということで投資と収支なんですけど、9500発で回収が6914個ということで、まあ、ちょっと負けちゃったんですけど、楽しかったかなと思います。万発リレーはあのこの先もずっとやっていこうかなと思います。撤去日までに16人万発で全員クリアという目標をちょっとかけたいと思います。あのちょっとね、最近年次郎が遅くまで頑張ってるので、ちょっと僕も負けずどこちょしたいと思ってます。というわけで、次回もまたミッション達成とプラス目指して頑張りたいと思います。楽しいパッチングライフ頑張ります。ありがとうございました。
小当たりを頑張ればいけるんじゃないかなと思ってます。あ、ドット入れてなかったのに。20。待って10。あ、そういうことこれ。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。固いぶりー。